勝つの、中日はパワハラないんですか？で、高橋宏斗、キャハハ。中日ドラゴンズファンフェスタ、斉藤幸喜、勝野明義、高橋宏斗の3人で YouTube 配信のコメント欄を見ながら話してる場面。勝野、中日はパワハラないんですかって。高橋宏斗、あはははめちゃくちゃ爆笑。勝野、あはははじゃないよ。斉藤、そういうのは、ねえ。さ、何を見上げてんだよ。そんな際どいコメント拾うな。中日はパワハラないですかで爆笑してるヒロトが答えだけどにしても笑いすぎな。中日は選手間の仲は良さそう。チュニドラがあかんのは首脳陣だから。正直雰囲気いいよな。もしなんかあっても中日ならすぐに週刊誌に流れるぞ。中日の情報網ガバガバやからな。米騒動が写真付きで貼られるんやから何も隠せんよ。まあ中日は監督の効果によって先輩選手からのパワハラとかなさそう。タッツの威厳や。立浪、ここで安楽獲得したら盛り上がるやろな。藤井、朝倉、せやせや。まあ木下雄介の件みたいにガチでヤバいのは出てこないけどな。ストーブリーグの覇者はソフバンかチュニドラかと思いきや、東北からエグい挑戦者が出てきたな。選手は仲いいな、選手は。